カモンさん、何してはるんですか？ナインティナインを代表する番組、めちゃイケではポジションというか、キャラクター、というか、お決まりのパターンがいくつか存在した。極楽の加藤さんは発案者なのに最後まで忘れられて、最後に切れて暴れる。雛形敦子さんは完璧に仕事をこなすのだが、めちゃイケの無茶すぎる振りに最後には半切れになる。切れてばっかりだな。進行役であるニャベ氏が全体を把握しているので。あれ？とか少し大げさに発言して、意中の方に注目を集めさせる。など、細かいところまで含めればキリがないくらい作り込まれた番組であった。そして今回の主役である、良い子の有野真也氏。このチャンネルでは一貫して有野課長と呼んでいますが、有野課長もめちゃイケではパターンがありました。エガちゃんなどがメンバー全員を集合させた時に、有野課長の立ち位置は必ず右端。エガちゃんが登場の際にメンバーを左から順にビンタしていくのだが、オチの立ち位置にいる有野課長には、毎度本気のビンタをお見舞いされるのだ。そんな有野課長はめちゃイケ内でも企画として披露宴を行ったが、2005年に実際に結婚しており、お相手も元タレントの女性で大変綺麗な方である。その企画披露宴の最中に岡門と、相方の浜口氏は厳しくも優しく有野課長に問う場面があった。結婚してしまっていいのか？何か芸人として誇れるか？この有野課長の結婚の時期はメンバーが27時間テレビなどが重なり多忙を極めた時期であり、そのような時期に、他のメンバーよりもスケジュールが空いている有野課長に問いかけたものである。この時に有野課長は結婚すること、したことが誇りになるように頑張っていくと発言していた。しかし、この2005年の時点で有野課長の躍進は始まっていたのだ。この有野課長という呼び名だが、ゲームセンター CX という有野氏がメインパーソナリティを務める番組での有野氏の役職。架空の企業である株式会社ゲームセンター CX 工業社員という設定で、役職が課長のため有野課長と呼ばれている。ゲームセンター CX は2003年に番組をスタートさせ、時間帯、ミニコーナーなどの改編を繰り返すも、現在でも大筋の内容は変わらずシリーズが続いている。大筋の内容というのは、有野課長がその日お題になっているレトロテレビゲームなどを行いクリアするまで追う、といったものである。それ尺が持つのだろうか？と思うが、有野課長のすごいところは、ゲームが好き、コツコツと地道なことを積み重ねることができる性格。そして絶妙にゲームが上手くないところである。安心してください、褒めてますよ。ファミコンなどのレトロゲーム、特にアクションゲームなどの要領は、上手い人がやると1時間もかからず終わるものも多いです。例えば、有野課長がとーっても苦戦していた忍者龍剣伝2という横スクロールのアクションゲームがあります。有野課長は回をまたいで、合計十数時間、数十時間、かけてエンディングにたどり着いていましたが、たまたま実家に同じゲームがあった主がやったところ、エンディングまでは2時間くらいだったと思います。主も子供の時にファミコンなどをやっていた世代ですが、腕はぼちぼちくらいだと思います。何が言いたいかというと、有野課長が決してゲームが上手くないおかげで、番組として見ていて尺も豊富で飽きないんですよね。2003年という時期に番組が始まっていますが、今では当たり前のゲーム実況の走りなのでは？と評する方もいるくらい、ゲームセンター CX にはかなりコアなファンがついています。どれくらいかというと、ゲームセンター CX では定期的にイベントを行っているのですが、場所が武道館や埼玉スーパーアリーナや幕張メッセなど、ゲームをしている有野課長を見るために、約1万人の人がお金払って足を運ぶんですよね。すげえ。さらには、ゲームをするという内容を24時間放送する24時間番組も成功させており、主も見てたなぁ。持ち前の地道さと、ゲーム好きが大きな武器になり、大きな躍進を遂げています。地道なことができる旦那さんを選んだ有野課長の奥さん、やりますな。この有野課長の凄さって、モンスター揃いのめちゃイケでは、なかなか活かし方が難しかったかもですが、ツボにはまるとすごい力を発揮する、というわかりやすすぎる前例だと思います。しかし、ゲームは1日1時間までとか、昔言われたなぁ。それを